8番人気、1番スペシャルウィーク。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。1番人気、4番アイヌスフージ。これ以上ない仕上がりですね。王道の距離で構想が期待できますね。1番スペシャルウィーク、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。行きます。どんよりした雲が空を覆う中山レース場。この空を映したように芝はやや重の発表となりました。雨が本格化したら難しいレースになってしまいそうですね。このレース最も人気を集めているのはアイネス風神、1番人気です。この評価は少し不満か。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはアイネス風神、マルゼンスキー2番。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのはライマスターレット。さがなくアイネス風神、早くも激しい競り合い。綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。Today
ここに優秀だ。やっちゃった。トレーナーさんのおかげで成長できました。